水木水木は福岡県の太宰府市、大野城市、春日市にまたがり築かれた日本の古代の城である。城石は1953年3月31日、国の特別史跡、水木跡に指定されている。空から見た水木。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1975年。日本初期に、 また、筑紫国に大帝を築き水を蓄えしむ、名付けて水木といわくふと記載された城である。白月の絵の敗戦後、和国には、当、白木軍侵攻の脅威があり、防衛体制の整備が急務であった。天示天皇3年の当白井町は、和国の警戒を強めさせた。この年、和国は、辺境防衛の先盛り、情報伝達システムの呪しを、対馬島、 生岐島、筑紫国などに配備した。そして、敗戦の翌年に筑紫国に水木を築く。また、その翌年に筑紫国に大野城が築かれた。共に、太宰府の防衛のためである。水木は、大野城のある四大寺山と、西側の大野城市牛渓地区の大地の間の一番狭い首レブを塞ぐ形で作られている。 全長約 1.2km、高さ 9m、基底部の幅約 80m、上部の幅約 25m の二段構造の土塁で、東西の端部の東門と西門が開く。土塁の基底部を横断して埋設された軌道は、長さ 79.5m、内方幅 1.2m、内方高さ 0.8m である。土塁の博多側の原水田面より 5m 下に、 幅60メートル深さ4メートルほどの外堀が存在する。水木は平野を遮断する直線的な土塁と外堀を合わせ持つ城壁である。中央に五笠川が北流する中石地の軟弱地盤に築かれる。土塁の最下層部に多量の枝葉を混入し基礎地盤を強化する色素田工法で施行されている。また土塁の上層部は 土質の異なる赤道を10センチメートルほどの単位で固く締め固めて積まれた半築土類である。水木は博多川の福岡平野から筑子に通じる平野を変則する遮断場である。東門と西門が設けられ、福岡方面から二道が通過していた。西門は三期の変遷が確認され、太宰府と筑子間を結ぶ。 儀礼的な外交の使用道として発生域後半まで機能していたとされている。水木の製法に丘陵の間を塞ぐ複数の小規模の土類移がある。水木と一連の構築物で小水場と総称される。土類の長さ約80メートルの上尾小水場、土類の長さ約100メートルの大土井小水場、土類の長さ約80メートルの天神山小水場などである。 また、木山町にも、木以上に連なると考えられる、関屋ドルやと屋戸売れ木ドル屋とがあり、これらも小水以上と呼ばれる。天治政権は、白月の絵の敗戦以降、党、高栗、白木の交戦に加担せず、友好外交に徹しながら、津島九州の北部瀬戸内海域内と連携する、防衛体制を整える。また、太宰府都の城の外郭は、険しい連山の地形と、 それに連なる大野城、議城と平野部の水城大帝や、小水城などで防備を固め、この原型は、くだらのしみやこの城にあるとされていた。しかし当時はまだ太宰府が機能していなかったとして、否定されつつある。日本書紀に記載された、白月の絵の戦いと防御施設の設置記事は、下記の通り、移行に関する事柄は、概要に、記述の通り、ありがとうございます。